本日公開練習の見学に行ってきました。アースケア四季島サッカーラグビー場には公式発表で400人を超える多くのサポーターが集まりました。10時にピッチへ選手スタッフが登場し、大槻監督からサポーターへ挨拶が行われました。挨拶の様子を撮影しましたので途中からですがご覧ください。トイレしてですね、今日いいプレーがあれば拍手をしていただき、どんどん声を出していただいてですね、トレーニングをぜひ盛り上げてください。今年1年よろしくお願いいたします。おやおや、大槻監督、声出しはダメですよ。10時前にはこんな場面もありました。スタッフがグラウンド準備をしている中、熱血パンチこと山田選手がフライングでピッチイン。スタッフに促されスタンド下に戻っていきました。挨拶後にはスタンドにいるサポーターを背景に写真撮影を行いました。その後練習は開始され、2時間汗を流しました。練習内容はシュートゲーム、フォーメーション体系のクロスシュート、ハーフコートゲームと大きく3種目。種目数は多くはないですが、とても見応えのある公開練習となりました。昨シーズンから離脱をしている高木選手も元気にリハビリ、ボールを蹴る様子も見られて順調に回復しているようでした。今回は簡単なまとめ動画となりましたが、次回は公開練習について少し深掘りをした投稿をしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。